ここが最上階。すっごく異質な空間。次元そのものが歪んでるような。まさか、ここに来たのが地球防衛軍ではなく、あの時の女とは。やはりあの時に殺しておくべきだった。あなたは、あの時の。でもあなたは地球防衛軍だったはず。いえ、地球防衛軍ですよ。元、がつきますけどね。元？ということは今は違うってことじゃない？教訓にするといい、初対面の人間に対してやすやすと信頼を向けないことだ。だから本当の真実がわからないんだ。今すぐ精霊塔を元に戻しなさい。このままだと精霊たちが生きられなくなるでしょ。精霊は本当にこの世界に必要か？いな、精霊や神、天使などの存在など必要ない。こいつらはいたところで我々人間に何の恵みも与えない。だが悪魔は違う、悪魔様は我々人間を救ってくれる。今必要なのは悪魔の神だ、こんな世界の神ではない。ふざけるな、お前たちのくだらないエゴで私たち同胞が何人死んだと思っているんだ。精霊だって人と同じように命がある、それを誰の許しを得てやっている。私たちだって自然に寄り添って生きているだけなのになんで殺されないといけないの。あなたたちのせいでパパやママ、他のみんなも死んじゃったんだよ。私はあなたたちの身勝手な責任転換のせいで。責任転換、そっちが責任を理解していなかっただけだろう。ごめん、二人とも危ないから戻って。メロ、私だって怒っています。救われなかった理由を神や他の責任にしているこの殿方を。黙れだ精霊、人はいつの世も導かれて生きてきた。その導き手が放棄したのなら、新たな誘導者を探す。そしてそれら以外は不要、わからないのか。じゃあなんでムーたちは死なないといけないムー。不要ならほっといてほしかったムー。いつの世も不要になった側は理不尽に感じるだろうな。だがそれがこの世界なんだ。不要なら消えろ。お前たちの居場所などいらない。二人とも、お願い、戻って。なるほど、精霊の使いでここまで来たのか。哀れな。哀れ。何が哀れよ、自身の価値観だけで物事を語らないで。私はこの子たちの主、この子たちの苦痛の思い、聞き逃すつもりはないわ。お前が精霊の代表者を名乗るか。だがお前では役不足だ。油断したわね、舐めてるとすぐに消えるわよ。そうだな、さすがに弱くはないらしい。もろい、この程度で俺をどうにかできると。何の戦争？きっとあれは悪試験？他の悪試験を使わせないと。でもどんな悪試験か。対策を練らないと待っているのは知る。月下班、なら内を使え、うちは、守護艇、カボ支配とかできるで。そっか、事前にカボで固めておけば対策できるんだ。でもどのカボ？目障りだ、消えろ。まずい、共鳴支配、基準規制、強烈。再生支配、電子再生。月下班。ごめんごめん、とっさに宙に飛んだのは私のミスだった。私を使ってください。共鳴支配、水準規制、寝ろ。治療支配、積み重なる治療の癒し。共鳴支配、名人規定、プルート。まだ来るか。そのまま来い、しばしだ。破壊支配、自然破壊の木。そう、読めないでしょ。結果、わかったので、相手の二つ目の悪視点？今すぐ強烈に変わるので。今すぐ。なに、この鎖。悪視点、人体操作。この鎖で繋がれたものは俺の意のままに操れる。俺の二つ目の悪試験だ。動けない。結果、今すぐ叩き切るので、破壊支配で叩き切るので。できるなら苦労しないわよ。うわぁ？哀れですね。こんななんでもない高さから落ちて重傷なんて。痛いですか？苦しいですか？きっと額の骨ひびくらいは入っているでしょうね。受け身なんて取っていませんし。次はどうしたいですか？そうですね。そのまま頭を打ちつけるというのはどうでしょう。額の骨が割れ、脳が中から漏れ出るくらいまで続けましょう。きっと最高に苦しいですよ。そういうことか。あの町で起きた爆発炉はこいつがこの能力を使って起こさせたんだ。気づくのがもう少し早ければ。さて、では健闘を祈る。結局私は。そうはさせぬぞ、人間。哀れで醜い部族よ。誰の許しを得て、我が主を壊し、傷つける。寛大なわらわが哀れで醜い部族に死の選択を与えよう。わらわに焼き殺されるか、自ら焼き殺されにするか、好きな方を選ぶがよい。敵、寝坊で、結果、わらわが終焉を与えるのじゃ。傷はさっきの能力で治してはいってるけど、まだ時間だ。
そう、まさか、人体操作の強化装置が糸目たやすく壊れるとは。というよりあの女、一体どこから。なんだ、このバカでかい円球は。そう、さすがに最後の悪視点を使うしかないか。悪視点だかい。そして悪視点、異変やす操作。この悪視点は打開発動時のみ発動可能。その効果は、いかなる威力を操作する。つまり、今受けた円球の威力を下げ、お前の攻撃も下げる。そして俺の攻撃の威力を爆発的に上昇させる。もうこの打策はいらない。本来威力の低い人体操作だが、威力を上げてやればさっきの増強機と同じだ。しまったよぜ。うわあ。間に合った。戻って、敵とうとう出してきた。悪視点打開、戦闘力は4200億。以前であった子よりはるかに強いじゃない。それに自然操作、人体操作、異変圧操作、バランスも悪くないし、必殺系の能力も所持している。でも今回は私の方の準備は万全、引くことはないわ。結果、やるのかのう。共鳴支配の神髄を見せるわよ。共鳴支配、天神器精神髄、石石の力の 100% を一時的に私の力と融合させる能力、神髄。私はそう呼んでいるわ。威力を下げられたら無意味だと。なんと、回線支配、リバーシブルポイント。分かってるわよ。だからあなたの能力を回線したらいいのよ。私の威力を上げて、あなたの威力を下げるってね。でたらめだ。それにさっきからお前は何個能力を持っていやがる。さっきからホイホイと別の能力を出しやがって。悪神教の上層部でもそこまで持っているやつなんかいないぞ。そうね、今私が扱える能力数は20を超えるわ。20だと、嘘、少な。無駄なんだって。もう、だいぶ操作向こうのカゴ、おカゴ支配で比較してる。生物的効果を持つ者は別の子と共鳴しても能力が維持される。つまり今の私は医療支配の自動回復とカゴ支配のだいぶ操作向こうのカゴ、そして石との共鳴で使える能力自然支配と回線支配、私の能力の創生支配と共鳴支配、これだけ手札があれば十分。残念、根本が間違えてる。能力であらゆる方面で勝っているから大丈夫。そう考えたか、算した。根本的なところは何も解決していない。4200億と80億、この差をどう埋めるつもりだ。悪いが俺は体術やオーラの使用もそれなりにできる。少なくともお前よりかは上だ。他の悪魔様の恩恵でしかまともに戦えない下級の主教と一緒にされたら困るんだよ。ああ、中級の主教を見誤ったな。中級は地球防衛軍の隊長クラスと同等と言われているほどだ。うわあ。俺は確かに昔は普通の地球防衛軍の隊員だった。何も特別ではない、ただの隊員。才能が見つかった。生まれ持っての能力という才能、俺にはそれがなかった。だから鍛えた。オーラも誰よりも鍛え、磨き抜いた。だがそんな努力も優秀な能力の前には無力だった。じゃあ俺は今隊長と同じ力を手に入れた。能力も与えられた。今さら能力が10だろうが20だろうがっても関係ねえんだよ。俺は今まで積み重ねた努力すべてでここにいる。能力なんて理不尽を作り出したこの世界に救いなどない。目には目を、歯には歯を、能力で作り出した理不尽には同じ理不尽な能力を。そしてこの世界は悪魔様たちの世界となる。時間も残りわずか。もう少しで私の志願が叶う。あはははははは、はっ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 は。私、負けたの。また、負けたの。ここまで準備して、ここまで協力してもらって、みんながここまで尽力を尽くしてくれたのに。私、本当にダメだな。これじゃアメリアちゃんを納得なんてさせれないよ。もう、全力を出した。敵じゃないと威圧操作を突破できない。他の子を使えば物理戦闘で圧倒できるけど能力を突破できない。全部、一気に使えたら。できるはずじゃよ、結果。できないよ、私の回路を壊す。それでどんな反動が来るか。怖いのかのう、結果。怖い。もしかしたら一生戦えなくなるかもしれない。もうそうなったら。バカじゃのう、月下。お主は何のために一年間パトボーから離れて自分探しの旅をしてきたのじゃ。何事にも挑む。それをするために月下はここまで来たのではないのかのう。手厳しいわね、敵は。どうするのじゃ、諦めるかのう、それとも挑むかのう。
そこまで言われたら挑むしかないでしょ。私のオーラの回路を壊す。回路が壊れれば私の体はおそらく壊れる。でも一時的にみんなと繋がることができる。オーラ回路破壊。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。